JR 小倉駅の緑の窓口、これまで列に並ぶ必要がありましたが、今日から整理券システムが導入されています。 JR 西日本が小倉駅の緑の窓口で今日導入した整理券システム。整理券を受け取れば順番が来るまで椅子に座って待てるほか、 QR コードを読み取ると通信アプリ LINE で順番待ちの状況を確認でき、待ち時間の間買い物に行くことも可能になります。緑の窓口って結構並んで待たないといけない印象があったので、ああいうふうに数字で出てくれると、どのぐらいのタイミングで来るかなっていうのも分かりやすいですし、座って待てるからいいんじゃないでしょうかね。 JR 西日本は小倉駅での利用状況を見て、今後博多駅などに広げることも検討するということです。